ワイヤレスフェスティバルとは、イギリスのイングランド、ロンドンで行われている野外ロックフェスティバルである。毎年の6月末から7月初旬に開催され、ライブネーションが主催する。会場は当初ハイドパークが使用されていたが、2013年は、クイーンエリザベスオリンピックパーク、2014年以降は、 ロンドン北部のフィンズベリーパークで開催される。開催期間は年ごとに変動しており、フェスがスタートした2005年は4日間開催であったが、翌年以降は5日間開催に拡大する年もあれば2日間開催に止まる年もあり、未だその定着には至っていない。また2006年と2007年時には、ロンドン以外にリーズのヘアウッドハウスにて、 変則的なタスキ掛け方式による二都市間開催が行われていたが2014年に二都市開催が一時的に復活しロンドンのホカバーミンガムでも開催された当初開催のメインスポンサーであった大ニの名を冠した大ニワイヤレスフェスティバルと正式名記されていたが2009年からスポンサーが交代したため現在はワイヤレスフェスとそのまま故障される 2012年以降、出演者の大部分は R&B ヒップホップ、ダンスミュージック系で占められている。ロンドン単独開催に戻り、6月28日、7月3日から5日の変則4日間開催。前年出演をキャンセルしたドレイクが2公演のヘッドライナーを務める。3日目、4日目はダブルヘッドライナー。7月8日から10日の3日間開催。 7月7日から9日の3日間開催。ありがとうございます。